それじゃあどこに行こうか。ところって俺に用でもあんのか。うん、ちょうど今食べると強くなるパイができたんだけど食べてみない？マジかよクーク、そういうの待ってたんだよ俺。よく確かめないで食べていいんですか？もしかしたら何か副作用が出るかも。だって味は普通のパイだろ。もし効果がなくても腹が膨れるからいいじゃん。これがパイだよ。おお、ありがとな。じゃあ早速いただくぜ。どうこうしちゃいられねえ。ん？俺はまだまだ弱い。こんなところでパイ食ってる場合じゃねえ。とくんな。あ、待ってよチーノくん。どうやら強くなるというよりは強くなりたい気持ちが強くなるパイに。しかも食べたのがジーノくんだから普段とあまり変わらない。でも前向きになれるのはいいことだと思いますよ。よーし、この調子、もっとすごいパイいっぱい作って。
いらっしゃ。それじゃあ。ちょうどいいところに。これから調査に行くところなんだけど、あなたどうする？私はどうしようかな。この前ルーフェスにこっぴどく怒られたばかりだし。無理に付き合いとは言わないけどね。でも国民のことを知るのも王族の務めなんじゃない？なるほど、そういう考え方もありますね。わかりました、お付き合いします。決まりね。今日の表現はライアス君よ。じゃ出発。どうやら巡回の仕事してるみたいね。これは好都合だわ。並木通り以上。いつも通り退屈だぜ。だいたいそうそう異常なんて起こるはずないんだよな。いくらメルルが危険な目に遭わないようにって言っても、一日に3回も見回る必要はないよな。うんうん、悪態をつきながら街中を巡回中。あら、おお、ライちゃん見っけ。いいところに。なんだよ、フアナさん。うん、どうしてもライちゃんに頼みたいことがあって。今仕事中なんだよ、見てわからないのか。あん、そんな釣れないこと言わないで。あなたにしか頼めないことなの。気持ち悪い声出さないでくれよ。愛想振りまいたってダメだぞ。ここでは話せないことなの。二人っきりになれる場所、私のお店で話したいな。なんだよ。うわー、おい、やー助かっちゃったわ。配達する荷物が多くて困ってたのよね。というわけでライちゃん、荷物運びご苦労さん。くそー、ただだと思って目いっぱいこき使いやがって。あら、ただじゃないわよ。はい、おだちん。いらねえよ、規則でな。そういうのは受け取れないことになってるんだ。相変わらず固いのね。もっとおおらかになればいいのに。兄貴の方針だ。まだ巡回の途中だからもう行くぞ。はい、あ
ありがとね。さて、仕事を続けるか。おい、ライアス。今度はいつものガキかよ。目上の人間を呼び捨てにするなって。そっちこそガキって言うな。それよりライアス、俺と遊べ。あ？なんでそんなことしなくちゃいけないんだよ。国民の頼みを聞くのも兵士の務めだぞ。ああ、わかったよ。ちょっとだけなら付き合ってやる。どうしたライアス、そのへっぴり腰は。そんなんじゃ兄貴を超えられねえぞ。あのな、ガキ相手に本気でチャンバラなんてできるわけねえだろ。なんだと？弱いことの言い訳をするな。あのな、ま、これだけ付き合ってやれば満足だろ。おい、また気が向いたら遊んでやるからな。相変わらず口が達者なやつだな。あ、遊んでやってる間にどこかで落としたのか。いいように使われてるわね、ライアス君。ライアス君らしいですよ。あれで親切なところあるから町のみんなにも慕われてるんですよ。でもライアス君、お給料もらったばかりだって言ってたっけ。次のお給料日まで大丈夫かな。これで大体の調査は終わったわね。付き合ってくれてありがとう、メルルちゃん。どういたしまして。私もみんなのことが分かって楽しかったです。みんなメルルちゃんのために頑張ってるのが印象的だったわね。まあそれだけ期待されてるってことよね。はい、それじゃあまたお願いしますね。と、そういえば私エスティさんのことって。これで調査は大体終了ね。お仕事とはいえあまりいい気はしないわね。でも諜報活動ってそういうものよね。割り切ってやるものだって。また何か調査してるみたい。大変だな。でも一体何の調査をしてるんだろう。解散するとしますか。エスティさん、今日は何の調査ですか。メルルちゃん、奇遇ね、こんなところで会うなんて。え、でもここお城だしそんなに奇遇な感じはしませんけど。それもそうね。あ、びっくりした。
何かすごく動揺してません？してません。ただちょっと驚いただけよ。ちょっと前からですけど。私に気づかれないとは。腕を上げたわね。ああ、私ちょっと急いでるからそろそろ行くわね。行っちゃった。なんだか慌ててたみたいだけど、そういえば私エスティさんのことほとんど知らないかも。や、メルルヒ、これは姫様、何かご用でしょうか？ちょっと後ろに戻ってみたから寄ってみたんだよ。何してるのかなって。見ての通り日々の業務を遂行しております。申し訳ありませんが、特にご用がないのであれば。ああ、ごめんごめん、邪魔するつもりはないから。私の心配よりもご自分のことを心配なさってください。ルーフェス、いつも忙しそうだな。自分の心配って言われても今日は特に何もないし。あ、トトリ先生に飲み物買ってきてって頼まれてたんだ。こんにちは。あら、珍しいところで会うわね。昼間からお姫様がこんなところに来てていいのかしら。ただのお使いですよ、エスティさん。それよりエスティさんこそお酒飲んだりしてませんよね。あら、失礼ね。私はこれでもお仕事中。ルーフェス君といろいろ打ち合わせがあってね。ルーフェス？ルーフェスなら今は後ろに。私がどうかしましたか？ルーフェス？いつの間にって、もうずいぶん前から私とここで打ち合わせしてたけど。飲み物が切れてしまったので駐座していただけです。この酒場には主人がいませんからね。どういうこと？ルーフェス、ついさっき私と後ろで会ったよね。確かにお会いしましたが、ついさっきということはないのでは？そんなことないよ。だって私後ろからまっすぐここに来たんだもん。まっすぐといってもいろいろと道はあります。どこかで私が姫様を追い越してしまっただけで。そうなのかな。もうお話は済んだかしら。私もちょっと時間がないから手早く済ませたいんだけど。これは失礼いたしました。そういうことですので姫様。大丈夫、アトリエに戻るね。ああそうだ、トトリ様からの頼まれ物でしたらそこに置いてありますので、どうぞお忘れないように。どうしてそのことまで。これは、おや、了解。かしこ。
買おう。これでOK。よし。で、わあ、新しい特性ができちゃったよ。あられましては、もうお決まりの挨拶はいいから、中身はと、先日ついにアールズの総人口が開拓事業の想定数を大幅に超え、やったー！ なんですかメルル、いきなり大声出したりして。早速フィリーさんのとこ行かなきゃ。ケーナもほら早く早く。そんなに引っ張らないでください。フィリーさん、ほらこれこれ、この前言ってた人口の話、本当に大台突破しちゃったんですよ。本当にすごいじゃない。メル、ルーフェスさんのって人口推移調査報告？今のこの国の人口を調べた書類だよ。もうすぐ大台に乗るかもって。ま、なるほど。メルルがお仕事し始めてから確かに人が増えていってますね。数字として見ると結構すごいですね。でしょ？始めた頃と比べるともう増えに増えたって感じだよね。あの頃はこんなに少なかったんですね。それがこんなになるなんて、ちょっと信じられませんね。これもみんな、メルルちゃんが頑張ったからだよ。そんな、私一人だけじゃなくて、みんなのおかげですよ。ありがとうございます。そうだ、ちょっと待ってて。はい、冷たいお茶だけど、これで今回の目標達成のお祝いに乾杯ってことで。よし、次はもっと上を目指してみよう。そしてゆくゆくはアーランドも越えて大陸一の大都市にしてみせる。その息ですよメルル。それじゃメルルとアールズの未来に乾杯。
使おう。どれを使おう。何を作ろうかな。
な。何を作ろうかな。何を作ろうかな。よし、どの特性をつけよう。
し、で、どの特性をつけよう。それじゃ。
たみたい。今度はどんなパイなの？これはね、食べた人がすっごい幸せになる。幸せって運が良くなるってこと？それってすごいじゃない。でしょう。ロロナすっごいんだから。それにしても幸せになれるパイか。おい、メルル、いるか？城から荷物届けに来たぜ。あ、お疲れ様。そうだ、いいところに。なんだよ、こっちは忙しいんだ。どうでもいい話の相手はしてる。そう言わずに聞いてよ。今、すっごいパイが出来上がったところなの。パイだ？俺、甘いのは苦手なんだけど。食べるだけで、すっごく運が良くなるパイなんだって。何をバカな。けど、錬金術で作ったパイか。あるはずだよ。さ、食べて食べて。ま、腹も減ってたことだし、騙されたと思って食べてみるか。まあ、別に何も変わってないと思うけどな。へえ、おかしいな。食べたらすぐに効果が出るはずなんだけど。もしかして普段すっごい不運な人が食べてもマイナスがゼロになるだけだったり。要するに効果はないってことだろう。まあそんなことだろうと思ったよ。でもこれ以上不幸な目に遭わないなら、考え方によっては幸せになれるかもしれないよ。あ、ダメだよ。効果はそんなに長く効かないんだよ。うまい話はそうないってな。この不幸にまみれた俺の日常と。本気で期待してたんだね、マイアス君。かわいそう。だからしみじみ言うなって。開いた！ウニが落ちてきやがった！あ、パイの効果が切れたみたい。やっぱり不運体質だね。ベルス山の麓のあたり、久しぶりに行ってみたら見違えちゃったわよ。道ができてて歩きやすくなったし、これでもっと遠出できるようになったよ。まったくメルちゃん様々だね。苦労したもの。でももっともっと便利な場所にしたいな。畑を作るのもいいし、
広い家を建ててみんなが住める場所を増やすのもいいな。ま、期待してるから頑張ってね。うまいこと発展してったら、あそこを拠点にもっといい売り物が探せそうだし。そうそう、お礼ってわけじゃないけど、この前あの辺で取ってきたもの、ベルちゃんにもあげるよ。おしゃべりはこれくらいにして、産地直取りの売り物を揃えといたから。いらっしゃ。それこれは姫様、これはなるほど。姫様、ではこれは、よく来たな。